この動画内容は発売延期発表前に作った動画なので、その点を留意してみてほしいでやんす。今回はプロスピ2024-2025が怪しすぎる件についてお話ししていきたいと思います。皆さん、プロ野球スピリッツはご存知でしょうか？野球ゲーム大手のコナミ開発のプロ野球スピリッツ、いわばパワプロがプロ野球のアニメ版だとしたら、プロスピはリアル版というような、タイトルになるわけなんですけども、9月19日に新作プロ野球スピリッツ2024-2025が発売されるとなりまして、据え置き版は2021年、プロ野球選手データは2022年までっていうので、2023年は空白期間だったわけで、2021を最後に、なかったわけなんですね。で、それで2024が発売されるとなった時、初出し映像を見た時はもう圧倒的なあのリアル感にもう度肝抜かれましたし、皆さんもそう感じた人は多かったのではないでしょうか。そんなプロスピ2024-2025なんですけども、もうちょっと怪しい感じが出てきてるというか、ちょっとじゃないですね。だいぶ怪しいんですけど、何が怪しいのかというと、もうこれズバリなんですけど、発売3週間前になってまともなプレイ映像が出てきてないという事態になっておりますね。はい。経緯を説明しますと、3月25日にプロスピ2024が初出しの映像が出まして、そこから6月19日、スタジアムディテール、7月24日、プレイヤーディテールっていうところで、スタジアムを綺麗に作ってるよと、プレイヤーに関しても細かく作ってるよっていう動画が、アップされたってところで、この3つの動画、選手とか OB だったり、球場のエスコンの作ってる人とかっていう人たちが喋ってるだけで、あんまりプレイ映像はほとんど出てこなかったんですよね。徐々にちょい出ししてって、最後にでっかい PV をボンと出して、発売につなげるっていう、そういう感じなんだろうなって思ってたんですけど、一向に出てこず、そして8月23日ですね、新情報公開を告知したんですね。8月23日に来週新情報を公開しますっていう告知のツイートがなされました。この時点で、末期のパズドラみたいな、この時点でだいぶ怪しかったんですけど、で、8月30日、お詫びとお知らせっていうところで、8月23日に新情報公開を告知いたしましたが、諸般の事情により今週の新情報はございませんでやんす。公開お待ちしていたにもかかわらず申し訳ございませんでやんす。情報公開時期につきましては現在調整中でやんす。改めて深くお詫び申し上げますでやんす。ということで、発売3週間前にして情報を公開できない事情ってどんな事情なんぞと。で、喋ってる今気づいたんですけど、新情報を公開するって言ってるだけであって、これ別に PV が公開されるとはもう書いてないですね。ってところで、プロモーションビデオが3週間前にもなって公開されないっていうのは、かなりの異常事態でして、ちょっと調べてみなんですけど、パワプロは1ヶ月前に PV が公開されてます。発売の結構前からいろんな情報出てましたよね。で、これはちょっと比較対象としては正直どうなのかなとは思うんですけど、モンスターハンターワイズ、僕はすごい楽しみにしてるモンハンワイズっていうのは、2025年発売っていうのが決まってるだけであって、まだ具体的な発売日は決まってないんですよ。にもかかわらず、今すごい新情報が逐一更新されているわけですよ。そんな中、発売3週間前にもかかわらず PV を出せてないプロスピっていうところで、一番考えられる可能性っていうのは、 PV 作ってられねえほど開発が間に合ってねえぜっていう状態だと思うんですよね。そこで非常に拭えない不安っていうのが、大きく3つありまして、まず本当にリアルなのかどうかっていうのが僕の中では不安ですね。回の編集する時のこれめちゃくちゃリアルなんですけど、これPV 内でも紹介されてるようにモーションキャプチャー使って再現してると思うんですけど、これを12球団の選手全員やってもらってるわけではもちろんないと思うんですよね。時間も数も金も含めて膨大にかかるわけですから、全員にやってるとは思わないですし、12球団の主力の選手全員にもやれてるわけではないと思うんですよ。で、僕プロスピを今までやったことがないのでちょっとあんまり分かんなかったんですけど、どうやら PV に出てた以外の選手の動きを見ると、やっぱり使い回しのモーションっていうのが多いみたいです。で、このプロスピって結構前から言われてるのが、その動きとかが全然リアルじゃなくて慣れちゃうみたいな、モーションが全然リアルじゃなくてどうなんだろうみたいな意見がすごいある中で、やっぱり使い回しのモーションは今作もかなり多いみたい
っていうところで、なんか触れ込みと違わないかみたいなことに陥りそうなのがまず一つの不安ですね。次の不安はこのプロスピ版栄冠9についてですね。白球の奇跡というモードが追加されまして、高校の監督になって全国制覇を目指すという、まあ、いわゆるプロスピ版の栄冠9ですけども、まあ、この不安っていうのが純粋にバグとゲームバランスですね。パワープロ2024でマンネリ化防止のためにゲームバランスを変更して、ちょっと新しい要素を入れたんですね。その結果が大炎上プラスバグまみれになったわけですよ。これ僕結構びっくりしたのが、今までずっと続いてきたシリーズで元となる素材があったにもかかわらず、パワープロ2024では、まあ、いわば失敗してるわけですよ。一旦ゲームバランスを置いといて、まあ、バグに関して言うと、ゲーム制作詳しくないんで、まあ、あれなんですけど、前作から打ち方、投げ方、守り方とかのモーションだったり、戦術とかのルールとかほとんど変わってない中で、新要素と多少のシステム変更があっただけで、あんなにバグだらけになったんですよ。元となるデータサンプルが過去作にあんなにあるにもかかわらず、まあ、今作は大こけしたんですよ。っていうのを見てると、ゼロから作るプロスピ栄冠9、過去作のデータとかも一切ない。もうゼロから作るプロスピ栄冠9がみんなが納得するほどのゲームバランスと致命的なバグがないっていう状態で、果たして本当に提供できるのかっていうのが僕はめちゃくちゃ疑問です。パワープロを見てるんで。でもまあみんなパワープロの栄冠9がプロスピでもできるっていう体でプレイすると思うんですよ。っていうのも含めて、本当に果たしてプレイヤーが納得できるクオリティを出せるのかっていうのはめちゃくちゃ不安ですね。で最後に PS5 の値上げですね。まあこれはもう正直しょうがないと思うんですけど、 PS5 持ってる人って今少ないと思うんですよね。でそれで本体買うのに約8万するんですよ。でそしてソフトの値段が税込み9790円で、プロスピをやるためには合計9万円の出費となるわけですね。で Steam でも発売されますけど、PS5、そしてゲーミング PC とかが普及されてない中、果たして9万円払ってでもやりたいって思わせるだけの説得力がこのゲームに本当にあるのかっていうのはあったんです。説得力はあったんです。超面白そうだったのに、現時点で PV が出てないってなるとちょっと不安になりますよね。ちょっと考えちゃいますよね。はい、ってことで今パワープロブランドっていうのはもう地に落ちてます。確実にもうどん底です。っていうところで、まあ、私パワープロのレビュー動画を上げたんですけども、まあ、その際私はプロスピに全ぶっぱだから、まあ、パワープロはしょうがないと、まあ、こういうコメントがすごいたくさんあったんですね。要はユーザーはパワープロはダメでも俺らにはプロスピがあるから、今年はプロスピがあるからっていうマインドでなんとか保ってる人たちがたくさんいると思うんですよ。でそんな中、これプロスピもこけようもんなら、この野球ゲーム終焉を迎えるんじゃないかっていう、プロスピは非常に心配です。そして他の会社は野球ゲームに手出しができないので、もうプロスピがこけたら野球ゲームが終焉するんじゃないかなって僕は思ってます。はい、っていうところで、で今聞いてる皆さんの中に、えなんで他の会社は野球ゲームに手出しできないんですかっていう疑問が湧いた人もいるでしょう。そんなあなた、次回なぜコナミ以外から野球ゲームは販売されないのかという動画でお会いしましょう。それでは。